ははいいささんこんこにちはバカ猫しなですす本動画をごご覧りりありがとうございます平成29年2月中旬ぐらい発売したオレンズネロっていうペンテル会社の1回だけ残してずっとかける大人気シャープペンシル初めて見ると確か値段が気になったのね特に日本国外からですね先日 eBay で調べてみたら、えー、なんだっけ 9,700円6,000円ぐらいのオークションがあったりしていや無理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 やめとこうと思ったなんかこうこういうシャブペンシルって世界初の自動診断式庫種類のやつだから高いわけと思い込んだけど文房具あんまり詳しくないからちょっと検索してみた実は実はね昭和34年に バルークス・スペクターさんという方は自動診断式庫メカニズムが使えるシャープペンシルの特許を取ったようです特許を取って以来世界初の自動診断式庫シャープペンシルは一体何だったのかよく分かりませんですが、えー、オレンズネルみたいなコンセプトってそんなに新しくないと分かった他には70年代80年代ぐらい えー、ファーバーカステル会社がアルファマティックという自動診断式庫シャープペンシルを発売し始めたあとはね平成23年ぐらい、えー、パイロット会社がオートマックを発売し始めて今も売っているみたいですいろいろありますではずっと普通のシャープペンシルを使って この自動診断機構のノベルティを試したいんだけどお金がそんなに出したくないなという人はどうしたらいいでしょうかね幸い安い自動診断機構シャープペンシルが存在していますのでその中の2つを紹介させていただきたいと思います1つ目は、えー、このファーバーカステルの会社の、えー、グリップマティックです で2、えー、つ目は、えー、このマペットマペット会社のブラックペプスアウマテック実は安いのは欲しくて私安いのが欲しくて、えー、まずオンラインでファーバーカステルのを買ったんだけどその後、えー、店に行った時マペットの のを見つけてあーこれが安いか、えー、これから書く体験テストをするんだけど、えー、私は左利きですので、えー、私何を書いているか書いてるか終わるまで皆さんがわからないのかな、うん、ちょっと見ていきましょう、えー、あと手を汚さないように気をつけないとねあとこれって、えー、左利きのあるあるか、えー、自分だけの えー、癖が分かんないんだけどあんまり描きすぎると中指ってなんかフリクションが当た,当たってしまったりして、えー、なんかどのシャープペンシルが一番楽なグリップを持っているのをの乗っているのを、えー、それもちょっとわずかな時間で判断できるのかな。えっ、ー、と、まあ、まず、えー、と書く前に見た目の印象ですね。確かかに高級オレンズネロっっててしくてかっこいい えー、真っ黒デザインがあるんですねさらに見た目と関係ないんですが、えー、と2と 3mm で書けるのは日本語の文字がすごく向いてるっていいポイントですよね、えー、この2つって別に派手じゃないんだけど、えー、この2つねえっ、ー、と別に派手でもないんだけどあのマッペットの方がちょっとなんか学生が使いそうなデザインなのかなこういう、えー ちょっとこういうグリップのデザインとかこういうなんかうんそうねえー、とまあ私の意見ですけどねえー、どちらもまあ大人でえー、まあ学生だろうが大人だろうがどちらもいけるんじゃないですかねさてえー、書きテスト、えー、しますえー、書き順を間違えたら申し訳ないえっ、ー、とまず先にファーバーカステルで 行きましょうかじゃあちょっとこの紙を動かして新しい紙で書いてみましょう。えっ、ー、と改めて私左利きですからあの多分、うん、どうなるのかな多分最後までちょっとだけ書いてみますえ。見えますかね 今までなかなか、まあ、もつ、のつ、持つのはいい感じです。でも、多分書きすぎたら、確かにちょっと、あれ、あれですね、中指が。フィクションで疲れそう。 これ感じなっったっけごめんなさいちょっと忘れちゃったこれも何だったっけな こういう部分ってなんだったっけなごめんなさい全くバランスが良くないな これで終わります、まあえっ、ー、とこういうポイントが出したりしてましたけど別にノックしなくてでこれなんか完全にポワッと入れてこうしたらうん何か長くかけそうですねうんずっとかける別にノックしなくてもだから面白いですねまあ便利です はい、でこのファーバーカステルって改めて、えっと、これは5ミリです。5ミリの文字です。えー、と次は、えー、マッペットの7ミリでいきます。えー、と日本語の文字ですから多分、えー、と厚く見えるかもしれないけど、えっと、これはちょっとだけ出しているんですね、えーと。じゃあちょっとエフェクトを見るために完全に、えー、と入,れ入れとこう。 かけるのかちょっとあ、かけるんですねはいじゃあちょっと最後に、えっと、もう一度書くのでいきますなんかこのグリップって多分ちょっとだけちょっとより柔らかいかなえっとマッペットの方あちょっと書かないと。 なんかこの鉛筆の部分がなんかファブル・カステルは確かより静かだったかな。 うん、なんか買っていくとこれがなんか入れたりうんなんか悪くはないけどねただ感じれるか書きなんか一回ペンをなんか紙から離れたらなんかそのなんかどうやどう言えばいいか分か,らん分からんけどなんか感じれる その感覚をなんか確かファブル・カステルであんまり感じなかった、うん、正直言うとねなんかこれって、えー、7ミリでもで言われてもなんかあんまり違いが見えない たぶん私、えっ、ー、と、激しく出してる、なんか押してるから、あんまり、なんか違いが見えなくなっちゃってる、かもしれないね。でも本当に面白い。えっ、ー、と、出さなくても、えっ、ー、と、ノックしなくても、えー、これは見えてるので、またこの感じが忘れてるからごめんなさい。なんか、コえるの感じです。 なんかどん今までどんな感覚が良かったかというとファブル・カステルの方が良かったかもしれませんねじゃあちょっと一回のっくちょっと同じく感じるねうんでなんかファブル・カステルは別になんかそういううんなんか このチップがあんまりなんかこれと違ってこれはなんか入ったり出たり入ったり出たりでこれなんか別に動かないこの白い部分ねマペットのグリップの方があの柔らかくてあの指取ってえ楽ですけどえこのファーブルキャステルの,の,がの方がなんか書く時 なんか、スムーズに描ける感じ。うん。だから、誰が、この、なんか、二つの中で、誰がウィンナーなのか。えーと、うん。